災害ボランティア。災害ボランティアとは、主として、地震や水害、火山噴火などの災害発生時及び発生後に、被災地において、復旧活動や復興活動を行うボランティアを指す。古くは、1923年、大正12年9月1日の関東大震災において、当時の東京帝国大学の学生が、上野公園などで被災者の救援に当たった記録がある。 この際、上野公園内に、定大生たちが、被災者のために仮設トイレを建設しようとしたとき、公園管理者との間で押し問,問答になり、定大生の、ならば、上野公園は、糞の山になるがそれでも構わなのかとの言葉が、殺し文句となり、仮設トイレが許可されたという。また、それを見た被災者は、定大生が川屋を作るんだから自分たちも、頑張らないとと奮起したとされる。 また1948年、昭和23年6月28日の福井地震では、東京学生同盟や、京都府、島根県の青年団が駆けつけ、地震で破壊された堤防を修復し、被災者への食料配給などを行ったほか、YMCA が、授乳賞運営、英平寺の運水、修行像が、青空学級を開校した等の記録がある。近年では、 1990年、平成2年から1995年、平成7年にかけての雲前噴火災害に災害ボランティアが活躍したほか、阪神・淡路大震災直前の1993年、平成5年7月の北海道南西沖地震をおいて、救援物資の搬入、仕分けなどに、延べ9000人のボランティアが活躍した。防災白書から、 1995年、平成7年1月17日に発生した阪神、淡路大震災では、延べ137万7300人のボランティアが、全国から駆けつけ、ボランティア元年という言葉を生み、同年7月には、政府の防災基本計画が改定され、防災ボランティア活動の環境整備、ボランティアの受け入れに関する項目が設けられた。また、 同年12月の閣議了解により、毎年1月17日を防災とボランティアの日、1月15日から21日を防災とボランティア週間とすることが決められた。さらに、同年12月の災害対策基本法の改正により、ボランティアという言葉が我が国の法律に初めて明記された。防災白書、その後、など、各地の災害において、 不可欠の存在となっている。2004年からは内閣府防災担当が防災ボランティア活動検討会を開催し、有識者や災害ボランティアによる検討や議論を行っている。2004年には大型台風が相次いで上陸し、全国で58の災害ボランティアセンターが設置された。阪神・淡路大震災の時はボランティアについての知識や経験が 国民の中にまだ定着していなかったために避難所において多くの被災者から感謝された一方、一部の人間による社会マナーの欠如から様々なトラブルを生む事例もあった。阪神・淡路大震災及びそれ以後の重油災害等の災害現場でも一部の災害ボランティア活動を専門とする NGO 団体による主導権や争いや手柄の取り合いがあったり、 地元住民で組織化されていったボランティア団体との間に次第にトラブルが生まれるなどの事態も参見されたほか、新潟県中越地震においても県外から入りした災害ボランティアや NG の多くは地元の社会福祉協議会や青年会議所、地元 NPO と良好な関係を保ったが、一部の NGO、民設民営のボランティアセンターを設置した団体の一部は、 やはり深刻な対立を生むなどの課題を生んだ。この反省から徐々に災害ボランティア活動は地元の CBO、公術の主体性なくしては円滑な立ち上げや収束は難しいので、こうした組織と災害ボランティアが平素から顔の見える関係を築くという方向に進化しつつある。東日本大震災においては自費で参加したボランティア42名が 富士テレビの27時間テレビの会場設営に流用されるなどの問題が起きた。一部の自治体、福井県、三重県、京都府、岐阜県、愛知県、新潟県、山梨県、静岡県、千葉県では、行政や地元の団体、NPO、社会福祉協議会などの、いわゆる CBO、今夜に、ベーストオーガニゼーション、地域に根ざした機関と、 平常時から連携して災害時には共同して災害ボランティアセンターを構築する動きが見られる。また2007年平成19年5月現在では京都府京都市にそれぞれ災害ボランティアセンターが官民共同運営方式で常設されているほか福井県では官民で組織する県災害ボランティアセンター連絡会が災害時に 災害ボランティアセンターの設置を判断する方式を採用。三重県では災害時に官民共同で三重災害ボランティア支援センターが設置される仕組みになっている。このほか佐賀県では官民共同ではないが佐賀県社会福祉協議会が常設で災害ボランティアセンターを組みしており、宮城県では県の社会福祉協議会が災害時に 災害ボランティアセンターを設置する。千葉県では千葉県が設置する千葉県災害ボランティアセンターを千葉県災害ボランティアセンター連絡会、千葉県社会福祉協議会と日本赤十字社千葉県支部の共同事務局で運営する。他にも最近では市町村域で災害ボランティアセンターあるいは団体が連携した災害ボランティアネットワークづくりが行われている。 例えば、京都府宇治市などで2008年3月に地域版の災害ボランティアセンターが常設された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。